はい、テニシア白川です。今日はですね、最近保護者がですね、指導する人がね、かなりこう増えていたんで、コーチに任せるというよりも、まあ、保護者が教えてるっていう感じですね。まあ、多分インターネットによって、いろんな情報がね、こう入ってきて、指導法もですね、もうかなり、浸透してきて、教え方もね、もうみんなにこう広まっていったんで、まあ、極端な話、コーチに教わらなくてもいいかみたいなのもあるのかもわかんないですよね。まあ、正直ね、保護者の方が結構詳しいんじゃないのっていうの結構あるしね。そういう意味でちょっとコーチには悪いけど、まあ、テニススクールは打つ相手がいたらいいや、みたいな。なんかそんな感じで言ってる人も実際いるのね。もうなんか、あるとこなんかもお父さんが教えててね。で、まあまあ、スクールはまあコーチとね、打てるし、いいなとかね。そんな感じで見てますよとかね。そんな感じなんですよね。で、まあ、最近のまあスクールも、自分で考えろっていうとか、こういうとこが多いから。なので、もう、なんですか、まあ、いいメンバーが集まってるところに入れればいいと。ね、あとは細かいところは保護者が教えるというふうなね、そんな感じにこうなってるのかな。まあ、テニススクール側とかコーチ側からさ、ちょっと耳痛いのかもわかんないですよね。まあ、それはもう、まあ、仕方がないんですけど、まあ、今回その、保護者が指導してるっていう部分に関してね、ちょっといろいろ今まであったね、問題と打開策ですね、これについてちょっとお伝えしていきたいんですよね。一からこう、特に我が子を教えてるとね、まあ、それでも日本一だった子もいるし、まあ、プロにね、なった子もいるんだけども、いろいろね、確かに問題もあったのね。どういうことかっていうと、保護者が教えた場合ね、他の人にね、預けられなくなっていくっていう人が多いんですよ。こうね。だから自分の、例えばもう、一つのもう作品のようになっちゃってるから、それになんていうかね、人にこう、いじられるの嫌みたいなね、なんかそんなのがあるのね。だからある保護者もね、なんかこう ずっとこう自分でこう教えてて、で、たまにっておかしいですけど、まあ、うちのね、ちょっと門も叩いてね、入ってくれたとこもあるんだけど、やっぱりこう、保護者の、は、の教えたい内容と、ちょっとずれると、もうそこでもやめちゃうとかね、なんか、他のスクールでもあるみたいですよね、なんかね、こう、結局違う教え方だから、ちょっとあそこはちょっと無理とかね、こっちは無理とかってね、こんな感じになっていくんですよね。で、まあ、正直そこはね、低学年ぐらいまでだったら、ま、全然問題ないかなと思うんですよ。まあ、なんとかね、まだいっぱい練習相手もいるしっていうね。ただ、ところが、それがどうなっていくかっていうと、本当ね、自分から話せなくなっていくのね。で、その妥協ができないのね。こう、違うことを教えられるとみたいなね。だから、うちにも昔いた、ちょっと大変なご家庭があったんだけど、もう、別のスクールにね、ちょっと、こう、送り出して練習させるのはいいけど、もう違う内容だとね、お父さんのね、レッスンが始まって、ね、直されるんだよね、またね。で、本人にまた怒られるんだよね。本人責任ないのにね、かわいそうで、いつも泣いてる、うーとかでね。で、どっかのスクールにまた入れられて、で、違うことを教えられると、またこうね、直されてんだよね。またうーって泣いてんね。どうすんのかなとか思ってこう見てたんだけど。まあ、それでも日本一になったからね、まあ、素晴らしいは素晴らしいんだけど、結局どうなっていた方はね、周りからもうみんなコーチがね、引いていったのね。もうはっきり言って。だからどこも預けられないし、で、結局孤立しちゃったのね。ね、もう、ほとんどそのお父さんも、出入り禁止、出禁状態になっちゃってるし、もうね、で、結局子供とね、親がこう決裂しちゃってね、もう、なんかそんなのありましたよね。似たような感じでね、なんていうのかな、結局、親が、ずっと見切れないから、なんだろう、低学年まで勝ってたんだけど、中学ぐらいからだんだん打つ相手がいなくなっていって、で、練習がうまくできなくなって、で、なんかレベルがどんどんこう下がっていって、で、もう、これはまずいと思った時に、やっとどっかの学校のテニス部かなんかに入れるんだよね。その時はもうすでに時遅しみたいな、なんかもう全然低迷しちゃってるみたいな、ね、なんかそんなのもあったりとかね、もういろいろなんですよね。だから、よくそういう保護者が聞いたのは、いつ誰に預けるかって、このタイミングがすごく大事よね、とか話をね、昔から聞いてるんですよね。まあ私はもうどちらかといえば、保護者が教えてる部分に関しては、応援してる立場なのでね、他にもいろいろこう保護者が教えてるところもあるのね。で、それに対して、なんていうのかな、やっぱりこの、
なんで、まあ、各個人の自由じゃ自由でしょ、それはね。だから、それに対して、まあ、コーチか、コーチというね、立場から、まあ、いろいろ、もっとこうだ、ああだって、口挟むのはあるかもわかんないけど、まあ、私の場合も無責任な言い方かもしれないけど、それは人の勝手なんだから。だから、その人たちの望むニーズに対して、どういうふうに私が、協力するのっていう、私はスタンスなのね。だから、ちょっとまずいな、とかいうのがあったとしても、それはもう仕方がないじゃん、そこが、自分の責任でやってんだもんね。なのでそこはもうなんていうのかな、まあそれはそれとして、まあ、必要なもんだけを与えればいいかなというふうな、スタンスでやってますね。まあ、完全に私に預けてもらったんであればちょっとある程度こう強くは言ってきますけど、そうでもないんだったら向こうからオファーがあってこの部分をお願いしますだったらその部分をやればいいだけの話だから、どうしてもそこでね口出すコーチがまた親とも揉めちゃうんだろうねきっとね。そこでまあちょっとまだ話戻るんだけど、まあ、あるとは地域のね、選手が、RSK でこう優勝してくれてよかったなとか思って、そこもお父さんが教えてんだけど、まあ、そのお父さんの前話したのね、誰にやっぱ預けるかって難しいよね、っていう話してて、まあ、今ね、ちょっといい感じのね、コーチにね、長く見てくれるようなコーチね、私もよく知ってる、コーチなんだけど、非常に手腕もあってね、世界も見れるし、非常にいいコーチに預けたなとか思ってね。そういう場合だったら、なんていうのかな、その子の場合だったらね、まあ、私も、またちのとこもよく来てくれるし、で、まあ、先方のその、ね、ツアー回ってるコーチもよく知ってるし、なので、なんていうのかな、いい感じでね、周りが、なんていうのかな、その子の味方になって、助けていこうっていう風な、なんかそんな感じになってるから、非常にいいんじゃないのかな。そのお父さんの場合だったら、もう非常にね、いい環境にね、多分持っていけるんじゃないかな、とか思ってるのね。そうだったらいいんだけど、もう完全にね、なんていうかな、保護者がこう抱え込んじゃうというか、でもその気持ちもわかるんですよね。自分のなんとかこう、スタイルというか、なんかそういうのがあって、それをこうずっとこうね、教えてきて、それで飼ってると、やっぱりそれをずっと続けていきたいっていう風なね、やっぱり気持ちになるんだろうね、それはそれでね。でも、なんていうのかな、指導者が選手にこう一方通行できるのは、それはもう低学年とか、それの年齢で、中学ぐらいとか、それになってきて、こう自分というものができてくると、自分のやりたい、なんていうのかな、スタイルというか、いろいろあるじゃない。それをまあ一番最初の言ったお父さんの場合に、日本人もなって、プロにもなったところなんだけど、彼にきついどぎついお父さんは、その自分のスタイルを曲げなかったのね、もう絶対ね。それをもう、確かに強くはなったけど、許せなかったんだろうね、この自分のそのスタイルから外れていくっていうのがね。ああなってくると、先がきついよなって言って、誰がじゃあ見てくれるのってこうなってくるのと、本人もきついよね。なので、ある程度、その、中学ぐらいになってくると、今度は、もう、まあ、対等で話ができるというか、まあ、会話の仕方にしても、まあ、コーチはこの場合こうした方がいいけど、自分ではどう感じるとかでね、私はでもこうなんだ、とか、って話あるでしょ。そういうふうな感じで、なんていうかな、今のこのティーチングのブームが自分で考えるなんだから、そこはこう、なんていうかな、自分で考える、そこそ自分で考えさせていかなきゃダメだと思うのね。で、そこで明らかに間違ってるなと思うんだったら、それはそれでこう指摘して、こう話し合って。で、明らかに間違ったと思っても、なんていうのかな、それがうまくいく場合もあるもんね、なんかね。だから、それはわかんない。でも、そこでこう葛藤しながらね、こう、なんかこう一緒に歩んでいくっていう風なね、こんな感じにしていかないと、やっぱりいつまで経っても、こうなんかこう上から見せてガツ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 やってると多分厳しいんだろうな、とか思うのね。やっぱり、親だけじゃなくてコーチもやっちゃうもんね、なんかこう、もう本当に。いつまで経っても俺は師匠だ、みたいなね。もう師匠なんだ、みたいな感じで。そんなことやってるもんだから。まあ、それでもいい、まあ、昔はそうだったのね。もう、なんていうのかな。師匠の言うことは絶対、みたいな感じで。保護者もね、先生の言うことは聞きなさい、みたいな、なんだったけど。今そうじゃないもんね。あの先生ダメだな、とかね。ちょっと先生を疑ってみるとダメだよ、みたいな。そんなこと言ってる親もいるぐらいわけだから。まあ、それは、その親が悪いとかじゃなくて、はっきりでも、先生だらしない人が増えたのも事実だし。もうそれは仕方ない。我が身を守るためにはね、もう仕方ないと、まあ、時代なんだろうね。なので、
なんていうのかな、こう、その辺はこう、ある程度自立させていく。で、もう本当にプロとかそういうになっていくと、今度はもうね、我々指導者は使われる立場になってるから、なんかね、雇われてるんで、気に食われても首みたいな、こう、みたいなね、そんな感じになるから。スタンスが違うんだよね。だから、そうなってくると、今度簡単に教えられないんだよね、なんかね。どう考えてもこう理にかなわないね、テニスをしてるなんか女子のプロがいたらしいんだけど、あれちょっと問題じゃないのっていう話になったら、その担当が、無理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 、あれ言うてね、すぐ待っても来るから、とか言ってね、すごい気使ってんだよ。もう、そうなってくるのね、もう、ね、コーチもね、なんか愚痴言ってんだよね、全然コーチに金払おうとしないとかね、すぐケチるとかね、なんか、もうそんなんで、もうね、もう、そんな感じになってくるんで、もう上の方に上がるとね。まあ、それは話は別になちょっと飛ぶけども。まあ、話戻すと、まあ、ある程度こう、保護者が教えてるのであれば、もういい時期にね、やっぱりこう、誰かこう、託せる人っていうか、ね、そういう人をもうちょっとこう、見つけていって、で、柔軟にね、自分の教えじゃないものも、まあ、ある程度こう、受け入れるというか、柔軟に考えていかないと厳しいんじゃないから、もう、曲がらない人いるのね。もうこれが正しいみたいな感じで思ってる人はね、もう曲がらないからね。ちょっと違うことを言ったらもうね、もうやめちゃうんだよね。なんかね。そのうちどこ行くんだよ。行くとこないんじゃないの。大概この場合ね、大体こう、親どぎついからね、子供ね、その親から離れていくからね、テニスやめちゃうかなんかっていうのをね、今で多く見てきましたね。なので、そうならないようにね、そこはちょっと、時期見て、誰に任すのかと、もっと柔軟にね、対応するとか考えると、してもらった方がいいんじゃないのかな、と、こういうふうに思いますね。やっぱり、子供も成長してますからね。やっぱり、一人の大人としてというか、一人の人物としては、人間として見てあげないと厳しいのかもわかんないですよね。とりあえず、頑張ってください。